衣装に負けない可愛らしい笑顔で。いかがですか？似合っているでしょうか？すっかり目が覚めてしまいました。やはり先ほどの夢のせいなのでしょう。もしかしたらあの子も今どこかであの月を見上げているのかもしれません。もう一度眠ればまた会えるでしょうか。夢の中の花園で。夢の世界であなた様を思い続ける一輪の花に会いに来てくださいますか？プロデューサー、お疲れ様です。新しい衣装を着てみたのですが、いかがですか？ブログではファンの皆様からたくさんお褒めの言葉をいただいたのですが。そうですか。ちなみにどのようにバッチリなのですか？そうですか。ちなみにどのように可愛いのですか？そうではありません。ただ何やらまだ気恥ずかしいのです。いけずなことをおっしゃらないでください。確かに申し上げましたが、実際に着てみると鏡に映る自分の様子が思った以上に日頃と違うものですから、落ち着かないのです。ギャップ萌え。はて、何やら面妙な響きですね。そうでしたか。初耳でしたが、普段と違うからこそ引き立つというお話は独身が行きました。ありがとうございます、プロデューサー。おかげさまで気分も落ち着いてまいりました。はい、この上は違うことを恐れずにどんどんギャップ萌えしていただきたく思います。ブログにコメントをくださったたくさんのファンの皆様に。ですが、そのせっかくですから、最初はあなた様ギャップ萌えしていただけますか？ありがとうございます。私も今日の撮影には心から満足しています。申し訳ありません。自信満々というわけではないのですが、ただ私は楽しかったのです。実は撮影の最中にふと昔のことを思い出したものですから。
幼い頃にジーアに連れられて妹と花畑に遊びに行ったことがありました。この場所のように美しいところで二人で散歩をしたり花輪を作ったり、ただそれだけのたわいもない思い出です。はい、気がつけば自然と笑みがこぼれていました。どうやら心があの頃に戻っていたようです。そんな自分が一層おかしくてまこと楽しい撮影となりました。まあありがとうございます。今のお言葉を聞いて私も一つ気がつきました。私の心が一時でもあの頃に戻れたのは、きっとあの頃と同じように私を守ってくださる方がこんなにもすぐそばにいてくれるからなのですね。そうですか。それまた何とも頼もしい限りです。ではもしもこれから先その方に会うことがあればこうお伝えください。どうかこれからもそばにいてくださいね、あなた様。